アグスティン・フェルナンド・ムーニョスイ・サンチェスは、スペイン女王イサベル2世の母校マリア・クリスティーナで、ボルボンの身分違いの最高相手、王太郷との結婚が承認された際、初代リアンサレス公爵を授けられた。クエンカ県のタランコンに生まれた。父親は、タバコ貿易の管理官、または、政府が独占するタバコの販売を担当する役人だった。王室の警護官に任命され、 すぐに、王妃マリア・クリスティーナを魅了した。ある同時大臣によれば、ムニョスは、王妃が乗っていた馬が暴走した時に、これを止めて、王妃の心を掴んだ。また別の同時大臣によれば、彼は、王妃の落としたハンカチを拾っただけで王妃を魅了したと、いう。王妃の夫フェルナンド7世が1833年9月29日に、亡くなると、 ムニョスと王太后となったマリア・クリスティーナはすぐに極秘結婚した。この秘密結婚が知れれば、マリア・クリスティーナは、幼い長女イサベル二世女王の摂政の地位を追われる、ことは必要であり、案の定、ムニョスと王太后の関係は誰もが知るところとなった。1836年8月13日、王室の夏の宮殿であるラグランハ宮殿を、 警備していた兵士たちが暴動を起こし、摂政王大号に憲法を遵守することを約束させた。この時兵士たちは躊躇する王大,大号に遵守を強要するため、彼女の夫、ムーニョスを人質にとって彼を射殺すると脅した、と一般の人々は信じた。1840年、マリア・クリスティーナは完全に立場を失い、ムーニョスを伴って国外に退去し、 同時に結婚していることを公表した。1843年、夫妻はバルドメロ・エスパルテロが失脚するとともに、スペインに帰った。1844年、マリア・クリスティーナの長女イサベルに水女王は申請を、開始すると母の再婚に承認を与え、結婚を公的に完全なものとした。女王のママ父であるムーニョスは、リアンサレス公爵に助せられ、 金曜毛騎士団騎士となった。またムーニョスは女王の同母妹、ルイサ・フェルナンダ王女のートであるフランス王、ルイ・フィリップからモンモロ公爵くらいとレジョンドヌール勲章を受けた。王大后が国内の革命運動によって1854年に最終的に国外に亡命するまでムーニョスは鉄道管理権の運用と株取引で莫大な富を築いたと言われる。ムーニョスには 政治的野心は全くなかった。当時の上流階級の人々は皆、ムーニョスが優れた要望をしているだけでなく、親切で上品な人物であることを認めていた。ムーニョスは1873年、妻に先立って、ルアーブル近郊のラドルスで没した。妻、マリア・クリスティーナとの間に7人の子供を設けた。ありがとうございます。